お疲れ様です。今日はですね、こちらの遅延スキラー限界突破ナイト方やっていきます。ということで、限界突破ナイトね、登場したんですけど、まあ、俺的そんな響いてない。まあ、ぶっちゃけ弱いより、弱いとまではいかないんですけどね。なんかまあ、今までが強すぎた。ちょっと物足りない。もっと強化してほしいぐらい。っていう感じはあるんですけど、まあどうなんでしょうかと言ったところで、ちょっと改めてね、はい、またやっていこうと思います。まあいろんなデッキに入ってはくると思うんですよね。クソスケラー、ホグ、枯渇、クロス、迫撃砲、何でも正直、まあ、そういった面では幅広く活躍しそうだし、万能なんじゃないかなみたいなね。安定もするからね、ナイツ自体はね。そうなんですけど、よいしょ、やべ、なんか打てばよかったなんですけど、まあナイトのおかげで、まあタワーが簡単に折れるっていう場面がやっぱそんなないので、ロイジャイとかロケット方針みたいに分かりやすく強い場面っていうのがね、ちょっと少ないから、まあ、響いてないっていうのもややある感じではある。さあ、で、まあまだね、僕が今このゲームしてる、動画撮ってる、ゲームしてるってない、動画撮ってる段階だと、まだね、限界突破ロイジャイと、限界突破 ロケコの火砲はね、来てないので、こんな感じでね、ロイジャイもまだ強いですと。まあ、火砲来て、どうだろう、ロイジャイもロケコも、完全にいなくなるとかはない。だから、ロイに限ったら絶対なくて、まあ、ロケ砲はどうだろうって感じではあるから。なので、またバランス調整来た後も、新環境動画ね、はい、撮ろうと思うんですけど、まだバランス調整前です。僕が今撮ってるのはね。さあ、ナイトは、3回に1回なので次ですかね。はい、そしてさあ、ロイ止まるかな、止まってほしいな。よいしょ、次のね、これです。いや、これはもう今まで通り勝てえのよ。今まで通り勝てえけどさ、このナイト大水図が優秀。このベビドラを残したいっていうね、サトルネです。いや、でもちょっといいんじゃない、しかも残る、ちょっといいね。一回落ち着いて、さあ来ました、限界突破ナイト。これ長い間タゲ取れるんで、この何とも言えないアイスイズ出して、マジで何とも言えないアイスイズになっちゃったけど、いや、これさ、うちのナイトなめんなよ。歩いてるとダメージ 80% カットなんで、もっと歩け、もっと歩け、もっと歩け、もっと歩いて、いや、これ歩いてるとこれ残るんで、ちょっとどうだ、 80% カットなんでね。いや、でも2発ぐらいさ、ちょっかいかける、いいよ、悪くない。地味だけど悪くないね。よしよし、地味でいいんやね。で、これはまあハンターがどこに来るかでもあるんですけど、裏だったらまあポイでいっか。ハンター今出なかったらね、ベビドラの下に多分来ると思うんで、攻めとるねで、ベビドラ延命とかもちょっと考えましたかね。さあ、まあまあ普通に勝てそうな展開にはなってる。よいしょ、さあ高めで止めてくる、うまいね、相手がうまいからこそ止めてくる。でもだからこそこういうね、なんかゆっくりした攻めが刺さっていく。まあ攻め取るにしてもいいんですけど、やんなくてもすげえはみ出てんな。宝石置いて、さあ限界突破ナイト来る。いや、なんかナイト頑張っとんかわかんないですけど、さあ、いや、でもこういうロイジャイの防衛とかはね、強いね。 DPS も上がってるし、体力も上がってるし、よし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 。さあ、ナイトが竹取ると、まあ、より強いんですけど、まあ、竹取ってなくてもちょっと強いみたいなのがある。よいしょ、さあ HP が硬いんで、ナイトとどめだけ、いいとこだけ持ってってもいい。おっ、おい、いや、別にナイトなわけじゃないんですけど。いや、なんだこれ、ナイト、いや、もうこんな感じですね、本当に。多分ナイトのおかげで超勝てたわみたいなのはクロスぐらいしかないんじゃないかな。やっぱタゲ取りね、超優秀みたいなクロスぐらいかな。
まだナイトの強さにね気づけてないです。はい、私よいしょ。いやーちょっと嫌だけどアイスイズぐらいで耐えたいな。それで攻めでちょっとコスト使いたいけどアイスイズのエイム次第。まあ、ニクロのエイムいいな。これ撃っちゃうか。なんかユニットいっぱい残ってるんで撃ってどうしようかなみたいな。これね今進化してるナイトだったらめっちゃ強くない？タワーのタグ取れてて HP もまだ多分だいぶ残ってタワーにもねだいぶ攻撃してくれる。ああいう時に限界突破してるとまあいいんでしょうね。だからスケラとの相性もちょっといいんじゃないかなと思うんですよね。そうそう、タゲ取りの時間が長くなるっていう使い方な気がしてるんでね俺的。まあ基本そうだと思うんですけど、よいしょ。まあ今までよりも防衛が安定とかしてくれるとまたねいいですけど、よいしょ。さあアイスイズいいね。もう普通にこのデッキがただただ強いんでね、別にナイトがそんな特別強くなかろうがね、エッポコだろうがぶっ壊れだろうが別に変わらない。遅延スケラーなんで普通に遅延スケラーが強いです。はい、それがいいね。なんかロケット押しみたいにエレジェにロケット押し入ってきますとかそういうことにはなんないとは思う。ナイトはねさすがになんないと欲しいよね。打っとくか、2倍タイム入るしね。痛いにょ、耐えます。なぜなら次は限界突破ナイトなんで耐えれる、耐えれる関係ねえか。まあ、ボープあるしね、俺ボープあるしねとか言ってボープしないでいいやこれ。あ、やばい、俺のタレの位置も甘いかな。よし、あ、ナイト、ナイト、ごめん、歩け。でもこれ歩くとダメージカットなんだね。ナイト歩け、お前は歩け。さあポイズン削り、どうなんやろな。ほんまにほんまにどうなんやろなこいつ。おいナイト、マジでなんか僕ナイトですみたいな感じだね。その普通だな、安定野郎すぎるんだよなこいつ。もっと夢を見たいんだよ俺らは。お前だけで金庫を破壊するみたいな、そういうのが欲しいよね。だからもうエリババの限界突破とかさ、絶対召喚時から0時状態とかさ、もう頭おかしいぐらい強くなるそうじゃん。そういうのをね求めてる。サンコスだから求めちゃダメかもしれないけど、この子にね。よいしょ、さあ近畿度して、うえい、防衛くんなんでね守るよ。ザッピー、まあ、ポイズン使ってもいいけど使わなくても良さそうみたいな。よいしょ、さあでまたナイト2。うわー、それはねなんかいい攻め来ちゃったよね。まあ、キング起動してるんで、まあ、耐えはする。ちょっと入っちゃうけど、だいぶ入っちゃったけど、メガナイトホグスケバレヤマーメね。さあ、なんかオシャンティーの防衛してくるね。まあ、でもヤマーメだけだとね、やっぱこう、チェーンスケルとかはね、どん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 ユニットがたまんのよ。アイスイズベビドラナイト、アイスイズベビドラナイト。無限にたまるから、2倍タイム3倍タイムが超絶強くなります。あ、でも今思ったけどこれチャンピオンがいねえのか。チャンピオン入ってないともったいなく感じるな。チャンピオン入れたいんですけど限界突破使わないのももったいなく感じるから。どうしようね。そうだよね、やっぱ使えるもんなら使っとかないとっていうね。さあもうボーポイ張っちゃいます。え、てか俺これ進化ナイトやん。頑張れ、マジでもったいない。進化ナイト
そんだけかお前は。すごいもったいないけど、まあ3コスだしね。結局ナイトで勝ちたいわけじゃないから、たまたまナイトが頑張ってくれたらいいぐらいだね。そんぐらいの、ね、気楽な気持ちでね。ガバー、これちょっと負けそうやんけ。まあ負けないけど、よしよしよし。あーはー、めっちゃいいザッピーしてくる。まあ防石あるしね。やばい、ちょっとやばいな。メガナイトホグやらいとか、いやしかもなんかスケバレもあるんですよね。まあ打っていくか。これ相手の限界突破ババとかなのかな。ババでした、おめでとうございます。いやーけどースケラはみ出てくる。でライトニング持ってるんで、ユニットできるだけ高めに出したいなとか言って低めに出すけど、これちょっと強くない？おこれこれこれ、えライトが竹取ってる。えめっちゃ竹取るぞこれ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 、俺の一番下かったやつ。しかもタワーを殴れる。よ HP すぎあるぞこいつ。いやだいぶ頑張ったんじゃないみたいなね、ことがあるのがちょっと理想。ちょっと早いか、やべ。いやそれ嫌だな。いやでも溶かしにかかる。打ってもいいな、打ってどうせホグだけなんで、ホグだけ気つければなんとかならん。大丈夫そう、スケラーはみ出て、あとは運ゲー。さあ取るのげんない、ナイスそう、オッケー。いや危ないけど、あのスケラねでかいよね。やっぱナイトが長時間竹取れる、あれが理想だな。まあああなればラッキーだよね。多分狙ってはねそうなんないと思うから、たまたまね あれでスケラが入ってくれるみたいな、あのタイミングとかで防衛ポイズンとかをされるとだいぶはげるよね。まあどのデッキでもそうか。まあクロスナイトとかした瞬間に、けどそのターンはクロスがロケで行かれるみたいな。攻めたいサイクルの時にね、綺麗に守られちゃうとね、ちょっとショックがあるんだよね。あーこれもったいないな、キング起動したかったな。いい攻めだ相手の。マジアチオールブレイカーです。おーやりすぎやりすぎやりすぎ、マジやりすぎ。おいどう見ても強いって。おブライトもないと限界突破や、限界突破ナイト対決。さすがに勝ちたいんですけど、序盤のこのダメージはえぐいね。序盤のこのダメージはえぐいけどよ、スケラのね防衛力の高さを見せるか。まあ、マックスしマジアチャっすね、完全に。マジアチャ以外では絶対負けないんですけど、マジアチャで負けるんですよね。マジアチャ取るねだけね。あと、やりゴム咲いてほしいな。やりゴムがスケラにちょっと強いんでね。さあ、おとなしく行こう、おとなしく。控えめに行こう、控えめに。無理する必要はない。金起動もできてないしね。やりゴム、はいはいはい。いやいいよ裏。いやーこれ金ギドできるね、引っ張ってここで攻めないでほしい。さあよし、いや耐えてはいるけど、この次これマジでやばいっす。やつが来る、うん、トルネ怖すぎて。さあ、タルで処理が理想すぎる。オッケー。そろそろ相手の限界突破ないと来るぞ。どうなんだろうね。その、自分が使うばっかだから、あんま強さは分かってない可能性もあるわけじゃないですか。相手のライト強すぎて負けるみたいな。だから、ここを、まあ、最悪マジェチャートルネ下げます。お、まあ、ポイズンしとくか。まあ、スケラ打って、まあ、俺ナイトがねこれ竹取れるとちょっと入るんだけど、いやー全然入らない。いい受けすぎる相手の。
それ入んのかな。うわ入るんだ、やばい、嘘やけどよ。これやりこぶ用にちょっとスケレック手前にするか。あ、トルネでもよかった、トルネの方がよかったかもしれない。次のマジェジェトルネが、いやでもワンパンワンチャン、ルビドラ1吹きでいいよ。怖え。うーい怖すぎる。さあポイズン取るね、圏内。あ、泣いてきたいやナイト、え、今のが初めてか。相手の戦ったけど、戦ったんかな、分からん。戦って勝ったかどうかも残らん。お前はマジ限界突破してもしてないようなもんや。おつナイトこれは強化を楽しみにできるかもしれないぞ。ちょっと物足りないよな、だいぶか。全然アイスイーツいらなかったな。まあ、ホグは基本的には相性いいよね。まあ、こういうネクロとか来ると分からんすけどね。さあ、まあ序盤はね、もう守っとけばいいんでね、遅延スケラーね。やっぱ負けるパターンというか、まずは本当に守ることだけを考えるのが遅延スケラーで、マジ世界2桁とか、まあ、3桁上位とかになってきて、序盤でスケラーを打つタイミングとかを知るみたいなイメージがある。本当にね、超絶うまいやつもね一生守ってくるからね。よいしょ、一生守っとけばいいんです、遅延スケラーは。あー、ちょっといいファイブだけど、墓石とババおかえり。ナイス、ナイト。あと2回ね、3回に1回もちょうどいいね。ぶっ壊れじゃないだけでなんかこんな平和なんだ。ぶっ壊れがいいんだけど俺は。墓石行かないんですね、あんた目が悪かったか。いや、こういうのはね、行きたくなっちゃうんですけど、あれ待って、あ、なんか普通にタップがスケラ持てんかった俺反応せんかったカードがありませんじゃねえのよ。まあ行く必要なかったっすけどね、ネクロいたし行かなかったよかったっす。危ね、なんか救われた。序盤は守ればいいとか言って、序盤からスケラ打ちたいボーイになった。さあ防戦行き、ポイズン打つか。いや打たないな、もう絶対このナイトで頑張る俺は。ナイトだいぶ打たれてるけど、今歩いてたから 8% カット入っとんかな。でもなんかその入ってる感じの演出なかったよな。ナイトお前歩いてるよな、これナイト歩いてるぞ、歩いてるぞナイト、歩いてる。さあちょっといい、ナイトが竹取る時間が増えることによって後ろのベビドラとかのね残り物たち、そのユニットが残るっていうね。あー、いい蓋でネクロ、素晴らしいね。いや勝てそうだね、ここ。あ、アイスぞ、おい、なんでよ。いや、まあ意外とダメージ入ってないんですけど、まあ遅延スケラ本当3倍タイム最強だと思ってください。一番強い本当に、正直。まあディガポイント張るよ、3倍タイムの無双すべて残るよこれ。うっ、まあ見なかったことにしてください。これよ、これ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 で、ポイズン打って次限界突破でさえ、しかもさ回るの早いな意外と。あれ、いい、やばすぎ、限界突破ないと、お前が弱すぎてスケラが頑張ってるよ、何やってんだよ。いや、まあナイトはこんなもんですよね、やっぱり弱えわいや、なんかその前回限界突破ナイトで
何のデッキ使ったかも忘れたな、弱すぎて。マジアチアオールブレイカーか使ったんですけど、結局なんか微妙だなみたいな感じで終わったんですけど、ちょっとデッキが悪かったのかなっていう思いもあったのよ。そうけどよ、デッキじゃねえよ。まず強かったらね、こいつは弱いかもしれないなんて思わない。本当に弱いんです。さあナイトアーチャクイか、珍しいね。リガポイとか、おお、クロスだ。ナイトクロスあるね。一番嫌だ。いやー耐えたい。いやこれどうなんだろうね。ナイトクロスね、わかんない。ナイト、うわーいいね、限界突破してるね。さあ来た。こうなるとやっぱナイトでタケ取られてクロスの処理が難しいみたいな感じだよね。けどよ、どうなんっていう。ポイズンタルで耐えれば関係ないみたいなとこもある。攻撃すればあれだもんね、ナイト。なんか6、いやむずいな。 30% カットとかでいいけど、ジョージみたいな、いやわかんねえな、想像つかん。よいしょ。さあ移動してるから、限界突破してたらこのね、アチャクイのダメージが全然入らないと。さあ耐えよう、クロスは耐えよう。ロッキー削りとかされたらいいけど、ファイボだったんでよくて。さあこういうのはポイタル。あーこれさ、ナイトで竹取るのめっちゃ強くない？これ、まあ墓石あるんで別にみたいなのがあるけど、これ相手のクロスの竹取りのこのナイト、これ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 めっちゃ強いね。相手にもナイトいるとまたちょっとあれなんですけど、いやこれ、え見てこのナイト、えめっちゃ強いめっちゃ強いで殴ってまたほい、え、あーそのアイスピーうまいな、それは。え、ちょっといいぞ。あーいいとこに置いてくるね。あ無理せず行こう。いやその対クロスだけちょっといい。クロスが増える代わりにね、自分たちも使えばいいのよっていうね感じね。すさまじ、ガイモガイモロワイヤル行きましょう。あっちゃくいつテスラが来るね。ちなみにこの動画が上がってる夜にテスラ今日来ます。クロス付けおめでとうございます。いやーナイト普通にちょっと強えな、普通にね、すごい普通な感じの性能。いやーベビドラゴン一発でいえ。あとゴブジェット工場ババもね強化されるかな。そうなるとねまたちょっとおもろくなりそう。いやーナイト攻撃しないでほしいな。いやーめっちゃいい相手の。いやでもこれ強いぞ。来た、ナイトが竹取ってる。これ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 理想理想。まあ止められるとあんま関係ない。いやでもただただちょっと HP が多い、普通に HP が多くて頑張ってる。全然なんか限界突破の特殊能力の良さ的なのはないよ。求めすぎやそれ。さあナイト来る。まあ守っとけばいいからね正直。やべ、なんかすげえ建築してる。いやーまあこれまあ、アチャクイならもでかいか。またアーチャーとかだと変わるかもしれないし、わかんないけど。ナイト竹取って。竹も取らない、こいつは。マジで何もしないの。で、最後に、ちょこんと。殴りもしない。何もしないや。
これさ、歩いてる時のさ呪文ってどうなんだろう、あれカットしてんのかな。でも通常攻撃受けた時さ、なんか丸いさ守られてますよ感の演出があるけど、ファイボとかの時ないんだよね。あれどうなんだろうな。呪文カット HP はそんな減ってるイメージがないんだけど、呪文カットしてんのかな。カットしてない感ある。その辺がちょっとまだ俺は理解できていない。おお、久しぶり、こんにちは。ナイトいなさそうだな、さすがに。あー、まあナイトどころじゃねえな、こんな。まあこれはコルネポイズンでネクロだけ行かれてほしいな。ネクロ行かれてくれたらさ、ベビドラ最強で、こんなんもうスケルトンラッシュ打ってどうぞって感じじゃないの。ロケット投手はスケラに弱いんでね、止まんのって話ですけど、スケラにちょっと強いムートが来る。いやでも、いや思ったより止まっちゃうな。耐えます。ビビトラ、うん、いいね。まあポイズンいらないかな、これは。エリゴリ来たら墓石アイスイズタルババで気合で守れそうだけど、いやポイズン実装欲しい。打っとけよかったな。打っとけこのベビドラで処せた気もする。いやでも来てくれたんで逆にみたいな。キングドじゃない。いやもう勝ち確です。多分これで変なカード来なければ、なんとも言えないけど落ちそう。落ちないかな、どうだろう。ナイトがタグ取るでしょ。おい、限界突破ないと、お前まだ来てねえのに普通に勝つ。ポイズン、いやまあ普通に強いです。普通にそんな特別なことはないです。普通です、今まで通りですよ。結局やって、いやーいいね。ちょっとごめんなさい、その急に話が変わるわ。ちょっとビビるもんね、やっぱロケット投手が来ると。慣れてきたもん。ああ、ないとね、何も思わないよな、本当に。このさ、いいんです、もっと強化しなくて。エリゴレ耐えね。わあ、ちょっといい受けされてるな。でもエリゴレ溶けてる。あ、時間稼げば勝ちか。さあ、ナイス。いや、ナイト、ナイト何もしてないです、あいつ。名前だけ、形だけだ。さあこいつ、こいつ。でもなんかあんまりパッとしないとしないでなんか見出したくなるっすよね、この使い方すると異常に強いみたいな。あ、嘘やん。エリゴレ連続で、いやーヒーラーすげー頑張ってんの。ヒーラー頑張りすぎじゃね。おい、ナイトの枠ヒーラーにしようかな。イエーイ。いやー限界突破ヒーラーとかも欲しいな。回復量2倍とかあるんだろうな、召喚時回復もあって。絶対強いやん。うん、墓石がなんかたまたまいかれてる。触れさせないよ絶対ね。いやー勝ち。よいしょ。さあもうナイトの周りが強いです、デッキが強いです。おお、いや墓石いいなマジで。なんか遅延つけだってさ
ゴムもあるし、あのゴムしかねえか、あのゴブリンの檻とか意外とこういろんな形があるけど、やっぱ宝石型好きだな。さあこのナイトでもう決着つけてくんねえかな。ずっと竹取ってるよそれ、撃っちゃおう。遅れてなんか出しても何か止まらないよ。 HP がデフォで多いのが強い。いやずっとナイトが竹取ってる。まあでもこういうとこなんだろうね、かけて頑張ってますナイト君も。だからそんなに弱いとか使わないとかは言わないであげてください。ロケット星が強いとかはもう一番言っちゃあかんす。えぐいね相手のデッキ。さあでもこうなるとナイトのサイクルもちょっとずつ早まってくるみたいなね。いやーこれ限界突破ナイトだったら最高だったな。竹取りの鬼意外といいボイするね。いやめっちゃいいボイするね。ウィザード強い。ウィザードじゃねえわ。何何全然頭回ってねえよ。もうナイト弱すぎて何も考えれんなったわ。はいという感じかな。ナイトはね、まあ限界突破ね。ちょっと今セールのダイヤモンドパスかな、はい、買えばナイト即みんな限界突破できるんですけど、まあそんなおすすめしないかな。うん、まだまだそんなおすすめしません。はい、で強いと思ったらねこれ見て強いと思ったら皆さんぜひ買ってみてくださいではお疲れ様です。また、ね。